今日は加須市に来ております。これから、この枯れた、赤松の伐採を行います。これから始めます。今日は加須市に来ております。ここにあった赤松の伐採が終わりました。根元で切って切り株が残っています。だいたい、1万くらいです。きれいになりました。